んにちは、川ポンです。今日は立教大学の文学部2021年度の英語の過去問の講報をします。立教大学は2021年度の入試改革により基本的に英語の独自問題の実施はありませんが、この文学部だけは個別日程で英語の独自入試があります。今回扱っているのはその個別日程の英語になります。まず問題の傾向としては、今までの立教大学の過去問と大きな変更はありません。2020年度までは全ての学部でほぼ同じ問題構成になりますので、文学部の個別日程を受験する方は2020年度までの立教大学の過去問が有効になります。どの学部でも構いません。それでは詳しく見ていきましょう。試験時間は75分で、全部で5問の構成になります。記述問題は問1で和訳問題が出題されます。レベルは標準的なものになりますので、文法等をしっかりと把握して確実に得点しておく必要があります。また問5でも単語を書かせる問題が5問あります。ここが立教大学の一番特徴的な問題になります。英文の文末に合わせて空所に入る英単語を予想して書かせる問題になります。ある程度経験値を積む必要がありますので、なるべく多くの類似問題を過去問でやっておくようにしましょう。改めて問1から見ていきます。逆線55の文章になります。和訳問題の他は内容合致が中心になります。右端に独自に算出した目標時間と最低目標得点率を記載しております。レベルは標準で、最低得点率 74% を目指してください。問いにも逆線後の長めの長文になります。問い1よりはやや難易度が高めの印象ですが、7割は超えておきたいところです。問い3が4択の文法8問になります。やや難しめの問題もありますが、基本事項を定着できていれば完答化可能です。通常に受験勉強していれば必ず網羅できる内容ばかりになります。問い4が会話問題で、短めの会話が5問あります。ここは難易度は低めです。できれば完答を目指してください。問い5が先ほど伝えた英単語記入問題になります。2021年度については5問中3問は確実に合わせることができる問題でした。力があれば完答できます。それでは次に総合的な難易度を見てみましょう。こちらが英語でとっておきたい最低ラインの考察です。僕が実際に解いてみて判断した独自の数字になります。もちろん絶対的なものではありませんので、軽い参考程度にしてください。文学部では全部で38問の問題があります。これをレベル別に標準、やや、難、難に分けた割合がこのグラフになります。標準問題が 74%、 やや、難の問題が 24%、 難の問題が 2% となっています。難の問題は極めて少ないです。実力がしっかりと発揮できる問題構成です。これをもとに英語でとっておきたい最低目標ラインを算出しました。 74% となりました。この数字を下回れば座教科での挽回が必要、その境目のラインのイメージで算出しています。立教大学さんの教科では、かつての過去問の3教科の合格最低ラインは確か 72% から 74% とおっしゃっていましたので、なかなか妥当な数字が出たのではないかと思います。次に速読レベルの考察をします。問1と問2の長文の個数は約2055となります。これは大まかに数えた単語数になりますので、少しずれているかもしれません。大まかな目安として見てください。
これを6時に算出した目標時間の57分で割りました。その結果1区あたりの処理語数は36語となりました。これは問題を解く時間を含めた語数です。個人的な感覚ではこの数字は35語を超えたあたりからきつくなります。よって36語はきつめの数字と言えるでしょう。こちらは参考数値です。明治大学の前年度の2020年度の過去問を全て解いて独自に算出した長編パートの1区あたりの処理語数のランキングになります。これもあくまで独自考察です。明治大学でも35校を超えたあたりがきつくなります。立教大学の文学部は明治大学の情報コミュニケーション学部と経営学部と同等の属属レベルと言えるでしょう。次にハイレベル英単語の数になります。これは受験生が対応しにくいであろう英単語を独断で選びました。絶対的な基準ではありません。一つの参考程度に考えてください。その結果わずかに1語となりました。それがこの単語になります。意味をご紹介したいのですがかなりのネタバレになりますのであえて意味は書いておりません。教科の紹介コメントに意味を書いておりますので気になる方は見てくださいね。とにかくハイレベル英単語は皆無と言っていいでしょう。基本単語の徹底あるのみです。ちなみにこちらが前年度の2020年度の総計明治通央法政のすべての学部の英語を解いてみて独自に判断したハイレベル英単語の数のランキングになります。立教大学は入試システムが変更になりましたので数えていません。ただこの中で比較しても単語レベルに関しては立教大学の文学部はかなり良心的なレベルと言えるでしょう。考察ポイントのまとめになります。まずは速読レベルが重要になります。1005レベルの長文を一気に読む訓練をしましょう。また和訳問題が1体出題されます。この問題は例年標準的なものになりますので確実に得点する必要があります。難しい英文解釈などは不要です。文法単語の基本事項がしっかりしていればできる問題がほとんどになります。過去問などでも訓練してください。そして問5の単語の記入問題です。これは入試システムが変更前の立教大学のすべての学部で出題されていますのでサンプルは多くあります。なるべく数をこなして経験値を積んでおいてください。最後に画面の下の部分は僕が実際に解いてみて判断したややなんとなんの問題になります。ここに載っていない問題が取るべき標準問題になりますので自分でやった後にぜひ照らし合わせて参考にしてください。標準問題で8割以上の得点が望ましいです。ややなんの問題では6割の得点を目指してください。なんの問題は捨ててもいい問題と考えていただいて結構です。考察は以上になります。2020年度の英語の過去問の構法は総計、明治、通央、法政はほぼ全ての学部が就労しています。動画の最後に案内が出る再生リストを活用してください。2021年度もこれからどんどん作成して全て2021年度過去問の再生リストに入れていきますね。今日は以上になります。ありがとうございました。